動作の設定やサウンドボードの設定を変更するよ。コントローラーのサウンドの設定を変更するよ。緑谷イズグです。この設定で問題なさそうだね。操作の設定、このモードはヒーロー煩わしい。精神の話はよして、現実の話をしよう。今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために、今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷イズク、譲渡先は彼だろう。資格もなしに来てしまって、まるで制御できてないじゃないか。存分に悔いて死ぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。世界総人口の約8割が何らかの超常能力個性を持っている世界で、かつて誰もが空想し憧れた職業が脚光を浴びていた。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛、市民の生活を脅かすヴィランたちから僕たちを守ってくれる存在。そして名実ともにナンバーワンヒーロー、誰もが認める平和の象徴。僕は彼に心の底から憧れていたんだ。きっかけは古い動画。もう大丈夫。なぜって私が来た。彼の名はオールマイト。どんな状況でも笑顔を絶やさず人々を救ってくれる最高のヒーロー。そんな彼が言ってくれたんだ。無個性の僕でも君はヒーローになれると。そして受け継いだ彼の個性、ワン・フォー・オールを。夢は現実に。これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。へいへい、さてお待ちかね、ストーリーモードの始まりだ。いつ宿命の対決ってやつだ。心してかかれ。シークレットと呼ばれるボーナスを獲得するために特定の条件があるものも存在するみたいだぜ。かませプルスウルトラ。いよいよ始まった職場体験。僕はオールマイトの元担任でプロヒーロー、グラントリノの元へ行くことになったんだけど。レッツストーリー。雄英高校の一大イベント、雄英体育祭から数日、オールマイトの担任だったヒーロー、グラントリノから職場体験の指名をもらった。額に胸を膨らませていた僕を待っていたのは、オンボロの事務所、そしてご飯をこぼして転んでいるおじいさん。名前を言っても、誰だ君は、トシノリって全然通じてない。相当なお年とはいえこれはやばいぞ。そもそもトシノリって誰なんだ。僕、早く力を扱えるようにならなきゃいけないんです。オールマイトにはもう時間が残されてないから。だったら、だったらなおさら打ってこいや、受精卵小僧。修行だ修行。チュートリアル始めるぞ。
優勢ランクぞ。全ての攻撃方法を確認したら教えてくれ。力の使い方が点でなっとらん、あの正義バカ。オールマイトは教育に関しちゃ素人以下だな。見てらんねえから俺が見てやろってんだ。さあ打ってこいや。いいぞ、師匠が。やるねえ。そこだ。真上に届け。そこだ。届け。そこだ。はい。いい動きだ。いい動きだ。衝撃は。やるねえ。うわ。衝撃は。真上に。そこだ。なあ。これなら。いいぞ。師匠が。打ち込め。押せよ。どう。どへ。衝撃は。打ち。いいぞ。師匠が。せっきや。おはい。せっ。やるねえ。打ち込め。ぜん。いい動きだ。や、何を企んでる。そこだ。いいぞ。おはい。いい動きだ。打ち込み。や。不意打ち。いい動きだ。よし、やるか。レディー。こっちやから。ぬ、な、そこだ。だ。はい。よっと、叩く。上に。まだだ。いく、叩く。師匠が。この勢いで。俺。うわ、しゃがうまか。そっ、次。どへ。や、かかってこい。な、打ち込め。やるじゃないか。やるしかないんだ。思ってたよりできる。だが硬いな。そして意識が違うだ。だからこうなる。オールマイトへの憧れや責任感が足かせになっとる。足かせ。年齢を感じさせない俊敏な動きで圧倒され、地に伏せる僕。一方グラントリノは僕にわずかなヒントを残し、のんびりご飯を買いに出かけてしまった。これが憧れオールマイトの死、グラントリノの元での職場体験の始まりだった。いよいよ始まった職場体験。僕はオールマイトの元担任でプロヒーロー、グラントリノの元へ行くことになった。レッツストーリー。翌日、グラントリノにアドバイスをもらった僕は、深夜の自主練でボロボロになっていた。朝ごはんの用意をしても、頭の中はワン・フォー・オールでいっぱい。たい焼きをうまく温められずに怒られてしまった。だけど、グラントリノの一言で思いついた。イメージは、電子レンジのたい焼き。これかもしれない。ああ、わかった。一部にしか伝わってなかった熱が、まんべんなく伝わるイメージ。常時身体許容上限 5%。 たどり着くまで随分早かったな。試してみるか。お願いします。さてどうするか。とりあえずは
俺に一発入れてみな。プルスウルトラを放て。戦うしかないのならアタック。ワン・フォー・オールを全身に張り巡らせた状態、そいつを維持したまま動けりゃ今までのお前とは一線を画す。アタック。もう一度だ、打ってこい。攻撃を当ててプルスウルトラゲージを貯めろ。かかってこっ。いいぞこの勢いで。よっしゃ、馬がやるね。直接や。よし、締めに一発撃ってこいや。プルスウルトラ2を放て。僕にできることを。いいぞ、持てる力の全てを。スマッシュ。出ていけ。ウィン。やるしかないんだ今だ。オール、フルカウル。惜しい。たった一回の思考で前回とは劇的に変わった。久々に本気で避けた通にこすった。こいつは暴けるかもな。ひょんなことから新しい技、フルカウルを習得した僕。使い慣れるにはまだまだ練習しなきゃ。その前に朝ごはん食べないと。うわ、グラントリノに新技フルカウルのレッツストーリー。職場体験3日目、ずっとフルカウルの特訓をしてもらっていた僕はフェーズ2ということで東京の渋谷へヴィラン退治に向かった。時を同じくしてヴィラン連合の死柄木弔とヒーロー殺しは飯田君のいるホス市に現れていた。そして僕たちが新幹線で東京に向かっている最中、それは起こった。衝撃で止まる新幹線、そこになんとノームが突っ込んできた。ノーム？小僧、座ってろ。何が起きた？なんだ今の。この町、ホスだよな。ホスって確か飯田君の職場体験先。ヒーロー殺しが現れた町でノームが現れている。偶然にしてはできすぎだ。ということはその2つがつながっている。駆けつけた現場には飯田君の職場体験先のヒーローがいた。でも飯田君は近くに見当たらなかった。もしかするとヒーロー殺しを見つけてしまったのかもしれない。無事でいてくれ飯田君。ヒーロー殺しが現れた街、ホスにノームが現れた。ホス、ノーム、レッツストーリー。僕はホス市のとある事務所へ職場体験でやってきた。この場所で兄はヒーロー殺しに襲われた。ヒーロー活動はもう叶わないそうだ。奴は一つの町で必ず4人以上に危害を加えている。ホスではまだ一人目だ。つまりヒーロー殺しはこの町に再び現れる可能性が高い。その時は唐突にやってきた。騒ぎを追っていた最中、路地裏にその姿を見つけたのだ。ヒーロー殺し、あいつを必ずこの手で。スーツを着た子供、何者だ。消えろ。子供の立ち入っていい領域じゃない。お前を追ってきた。こんなに早く見つかるとはな。僕はお前にやられたヒーローの弟だ。
僕の名を生涯忘れるな。インゲニウム、お前を倒すヒーローの名だ。レディークラッシュ。始末なしか。ああ、この運に勝てる。即座に論外だ。この腕で勝てる。論外だ。この腕で仕留める。貴様もろとも足元、この腕でいなせる。貴様もろとも足元、素早く。論外だ。この腕聞いてから。貴様、それが信念か。貴様もろとも、いい覚悟だ。逃しはしない。躊躇なく。恐れろ。この腕で口ほどにもなる。挽回、吹かせる。飛び込む。落胆させるな。挽回、吹かせる。と加速する。それが信念か。挽回、回るぞ。止まれ。聞いてから。KO。 離さねば。ブリーン。ここから本物のヒーローに。立派なヒーローの弟だ。兄に代わりお前を止めに来た。インゲニウム、はあ、兄弟か。奴は伝聞のため生かした。お前は弱いな。お前もお前の兄も弱い。偽物だからだ。黙れ悪党。兄さんは多くの人を助け導いてきた。僕に夢を抱かせてくれた立派なヒーローなんだ。お前が潰していい理由なんてないんだ。殺してやる。目先の憎しみにとらわれ私欲を満たそうとするなど、ヒーローから最も遠い行いだ。だから死ぬんだ。じゃあな、正しき社会への供物。黙れ、黙れ。何を言ったってお前は兄を傷つけた犯罪者だ。セリア、助けに来たよ、飯田君。バーボー。ヒーロー殺しが現れた。小僧と新幹線乗ってたらいきなり化け物が来やがった。さてどうしたもんか。レッツストーリー。渋谷に向かう途中の新幹線、そこにヴィランが突っ込んできやがった。俺はそいつを連れて一旦その場を離脱した。飛び出した先の街中で見たのは、同じように気色悪い姿をしたヴィランどもが暴れる姿だった。一般市民に手を伸ばすヴィラン、まずい、間に合うか。そう思った矢先、やつの全身を炎が覆った。驚き、なんでここに。ヒーローだからさ。存じ上げませんが、そこのご老人、俺に任せておけ。老いぼれ扱いとは偉くなったな、トドロキ。さて、ガチ戦闘は何年ぶりかな。レディークラッシュ。やっ、腰抜け身。よし、タクシー。うん、ヘイ、うん、
った。どいてもらう。どうしよう。いや、突進。反応できるか。いや、どうしよう。真上にどいてもらう。くるっ、どいてもらう。いや、くった真上に。さあ、ちくしょうが。真上に。いや、せくるっ、どいてもらう。せっ、しゃりゃ馬が強打跳ねるぞ。本腰入れるぞ。柔軟にマジーな。じっとしとけ。そら柔軟跳ねるか。今日つくか。柔軟に。よっと、たーねぎらいや。やめとけ。ずらー KO。 ウィーン。時代は熱々よ。エクセレント。道路割っちまって久々だと加減がな。ちっ、なんだ、やるじゃないか。ショートのやつ。ご老人は今から言うアドレスへ向かってくれ。そこにうちのショートがいるはずだ。この場はこのエンデバー一人で事足りる。この場で起きている騒ぎは轟に任せ、俺は轟の言う地点へ応援に行くことにした。見つけた。レッツストーリー。よかった、ビンゴだ。路地裏をしらみつぶしに探してきた。僕一人で時間を稼ぐ。できればヒーロー殺しを退ける。仲間が助けに来た。いいセリフじゃないか。だが俺はこいつらを殺す義務がある。ぶつかり合えば当然弱い方が淘汰されるわけだが、さあどうする。やめろ、逃げろ、言ったろ。君には関係ないんだから。そんなこと言ったらヒーローは何もできないじゃないか。オールマイトが言ってたんだ、余計なお世話はヒーローの本質なんだって。エディークラッシュ。さあ一気に行くところへ。なあ、つなげて届け。論外だ。いや、行ける。なあ、たたく。つなげて。そこだ。いや、つなげて。助けるんだ。吹き飛べ。仕留める。つなげる。そこだ。いける。それが信念か。そりゃ落胆させるな。つなげる。そこだ。いい覚悟だ。つなげる。いける。直接この勢いで助けるんだ。アタック。離さねば。ウィーン。本物のヒーローになるんだ。アメージング。ニューストーリーズ。通じたぞ、フルカール。
体が…パワーが足りない。だが動きは悪くない。確実に仕留められるよう画策した、そういう動きだった。口先だけの人間はいくらでもいるが、お前は生かす価値がある。こいつとは違う。ミドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。遅くなっちまった。ミドリアのやつ、レッツストーリー。ミドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。トトロキ君、なんで君が。それにその個性。数秒意味を考えたよ。一括送信で位置情報だけ送ってきたから。お前なら意味なくそんなことはしねえ。なら応援呼べってことじゃねえかって。トトロキ君、そいつに血見せちゃダメだ。ダメ、血の蛍光摂取で相手の自由を奪え。みんなやられた。いい友人を持ったじゃないか、インゲニウム。相当危ねえ橋だが、二人で守るぞ。何してねえ。固まれ。慌てるな。まず広まれ。慌てるな。このままじゃやべえ。ミドリア、この調子で肩をつけるぞ。レディークラッシュ。思い過ごしか。固まれ。燃えろ。止まれ。まずは氷結。凍結か。固まれ。今行く。仕留めろだ。まずは凍結しろ。燃えろ。今行く。直接。だったら左で。止まれ。まずは右。固まれ。炎熱か。構成が確実だ。ゴム、だったら燃えろ。火炎で。これそれが信念か。好きにはさせねえぞ。毒体。貴様、いい構成だ。ゴム、ほどにもだったら消えろ。左で。エンネスか。ロンコーレ、正さねば。時代錯誤の原理主義だ。やめてくれ。もう僕は。やめてほしけりゃ立て。俺がお前に言える一言、なりてえもんちゃんと見ろ。バーボー。僕は彼らのレッツストーリー。レッツストーリー。なりてえもんちゃんと見ろ。お前の言う通りだ、ヒーロー殺し。僕は彼らと違う未熟者だ。それでも今ここで立たなきゃ。ウィスブローバースト。二人にこれ以上血を流させるわけにはいかない。感化され取り繕おうとも無駄だ。人間の本質はそうやすやすと変わらない。ヒーローを歪ませる社会の癌だ。
誰かが正さねばならないんだ。それでも折れるわけにはいかない。俺が折れればインゲニウムは死んでしまう。論外。エディークラッシュ。二人っきり懐よ。やりきれ。ダーッ。せっ、たたく。止まれ。ダーッ。今は拳が。つなぐ。この勢いで行って。まだだ。せっ、届け。そこだ。なあ。つなぐ。届け。論外だ。つなぐ。せ。消えろ。なあ。せ。打ち込む。この勢いで。そこだ。頼んだよ。恐れろ。つなぐ。行く。直接。論外だ。助けるんだ。考え。つなぐ。そりゃ。消えろ。もう少し。もう次。戻すための犠牲だ。つなぐ。行ける。直接。論外だ。消えろ。叩く。それが仕込め。いい覚悟だ。じゃあ。正さねば。貴様、ウィー、本物のヒーローになるんだ。アメージング。ニューストーリーズ。いけるか。今は。ありがとう、トドロキ君。レシプロ。エクステンド。ワンフォーレ。フルカウル。今は。今は。行け。足が。拳が、あれば、いい。うわぁ。僕、事件から一夜明け。レッツストーリー。その後、ヒーロー殺しステインは捕まり、僕たちはホス総合病院へと搬送された。個性を無断使用した僕らは本来なら規則違反で処罰されるはずだったが、ホス警察署長面構えさんのご厚意で僕らがステインに襲われエンデバーに助けられたというシナリオで世に公表された。思わぬ形で始まった路地裏の戦いはこうして人知れず終わりを迎えた。ただその影響もまた人知れず僕らを蝕んでいた。緑谷いずく、まったく、とりあえず体が動いちまうようなとこはお前そっくりだよ、年寄り。申し訳ございません、私の教育が至らぬばかりで。いやはや、お前のことをけなげに憧れているあの子にも檻を見てしっかり話しといた方がいいぞ。お前とワン・フォー・オールにまつわる全てを。ヒーロー殺し、奴の思想は拡散し感化される人間が必ず現れる。そして個々の悪意は奴とのつながりが示唆されたヴィラン連合に集まっていく。着実に外堀を埋めて己の思惑通りに状況を動かそうというこのやり方。もしも死柄木弔にバックがいてここまでを想定して動かしていたのであれば、先代ワン・フォー・オール所有者志村を殺し
年寄りの腹に穴を開けた男。オール・フォー・ワンが再び動き始めたと見るべきだろう。事件から一夜。オール・フォー・ワン、レッツ・ストーリー。ホス事件から数日後、僕はオールマイトに呼び出された。伝えられたのはワン・フォー・オールの原点とその役目について。それは他者から個性を奪い、そしてそれを他者に与える個性、オール・フォー・ワンからワン・フォー・オールが生まれたこと。世を思うままとし、悪の支配者として君臨したオール・フォー・ワンが今も存在し、そして代々ワン・フォー・オール継承者が彼と戦ってきたこと。5年前の戦いで私の代でついに奴を討ち取ったはずだったのだが、奴は生き延び、ヴィラン連合のブレーンとして再び動き出している。ワン・フォー・オールはいわばオール・フォー・ワンを倒すため受け継がれた力。君はいつか奴と巨悪と対決しなければならないかもしれん。酷な話になるが、オールマイトの頼み、何が何でも答えます。あなたがいてくれれば僕は何でもできる。できそうな感じですから。言うんだオールマイトよ、言わねば。違うんだよ緑谷少年、私は多分その頃にはもう君のそばにはいられないんだよ。ありがとう。彼は決意を固めて言ってくれた。頑張りますと。私と一緒なら僕は何でもできると。彼の信念を、成長を感じ嬉しかった。でも、だから言うことはできなかった。もうすぐ期末テスト。レッツストーリー。夏休みも近づいたこの日、林間合宿についての説明があった。そして直前の期末テストで不合格だった人は林間合宿には行かず、学校で補習が行われるということも。演習試験の内容は当日発表らしい。一体どんな試験になるんだろう。そして演習試験当日、発表された内容は2人1組で先生と戦闘するというものだった。そのパートナーと対戦相手の組み合わせ。僕のパートナー、いくらなんでもこれは。ペアの組と対戦する教師はすでに決定済み。動きの傾向や成績、親密度、もろもろを踏まえて独断で組ませてもらった。発表していくぞ。まず轟とヤオヨロズがチームで俺とだ。そして緑谷と爆音がチーム で相手は私がする。協力して勝ちに来いよお二人さん。かっちゃんと一緒にオールマイトと戦う。どうなるんだ期末試験。ついに始まった演習試験。目指す勝利条件は相手の拘束と脱出のいずれかだけど、僕とかっちゃんでは基本的な方針すら決めることができなかった。さらにオールマイト、いやヴィランは意見がぶつかって口論をしていようが、僕たちのことなんか待っちゃくれなかった。なんだこの奴感は。試験だなんだと考えてると痛い目見るぞ。私はヴィランだ、ヒーローよ。真心込めてかかってこい。私が行くぞ。エディークラッシュ。フライトだ。私か。ガッチャン、正面戦闘はまずい。逃げよう。俺に指図すんな。
ネジ捨てろ。解いてんじゃねえ。いいね。立って、消えてあげる。叩き下す。だから正面からぶつかって勝てるはずないだろう。しゃべんな。それがヒーローなんだから。いかせず、なめんな。当然バックだ。やることは変わんねえ。圧倒的に大した強さだ。叩き下す。いいね。なめんな。殴りたい。ここからさ。せおら。当たって。暴れたりだ。休んでんじゃねえぞ。暴れたりだ。てめえが下だ。いいね。殴りたい。挑むぞ。あちいじゃすまねえぞ。殴り倒す。乾杯。大した強さだ。エステーだ。勝つんだよ。どうかな。てめえが下だ。ホーリーシット。ボツ個性どもが。アメージング！ニューストーリーズ！あいだだだだだだだ！私をマジで倒す気しかないようだな！そんな弱連打じゃちょい痛いだけだがな！よし！こっちの番だぜ！こいつをプレゼントだ！わかるよ。緑谷少年の急成長だろ？でもさ、君と彼成長速度が同じなはずないだろう。もったいないんだ君は。分かってるんだろう。君だってまだいくらでも成長できるんだ。黙れよオールマイト。あのクソの力借りるくらいなら負けた方がまだマシだ。負けた方がマシだなんて君が言うなよ。勝つのを諦めないのが君じゃないか。退治して改めて分かる。そうだよ。演習試験が始まりましたわ。レッツストーリー。演習試験、俺は八百万と組んで相沢先生と戦うことになった。組み合わせ的に考えれば俺がおとりになり八百万を逃がすのがベストだろう。相沢先生の個性も考えれば常に個性を発動させ続ければこっちを見られているのも察知できる。八百万に常に個性を発動してもらいながら進んでいたが、気の緩んだほんの一瞬相沢先生の接近に気づくのが遅れてしまった。個性が。轟さん、すみません。やめろぜ。来るぞ。逃げろ。好都合だ。どの道攻撃的なお前から捕まえるつもりだった。エディークラッシュ。通過点だ。遠慮すんなって。随分と負担の偏った策じゃないか。女の子をおもんぱかるのは立派だが、もう少し話し合ってもよかったんじゃないか。話おい。左。そりゃ何か言いたげだった。聞くかよ。もうすぐ聞くかよ。燃えろ。聞くかよ。燃やし尽くす。最大出力だ。攻撃力混ぜるのだ。だったら世界一進みだ。だったら燃えろ。火炎で炎。引くかよ。燃えろ。引くかよ。最大出力だ。これってのがウルトラ。ウィー。
待に応えるか。アメージング。ニューストーリーズ。これでいいの？トドロキさんは無事？私はこのまま逃げ切れる。トドロキさんを助ける、逃げる。どうしたら、考えが。これでいいの？トドロキのところへ判断を委ねに戻ったか。体育祭以降、自信のなさが見て取れる。トドロキと自分を比べ、格上と決定づけてしまっているな。八百万、戻ってきたのか。悪い、聞くべきだった。これでいいかって。そういうのはお前の方が適任だった。何か策があるんだよな。でも轟さんの策が通用しなかったのに、私の考えなんて。そういうのはお前が適任だったって言ってるんだ。学級委員を決めた時、お前2票だったろ。1票は俺が入れた。そういうことに長けたやつだと思ったからだ。あります、トドロキさん。私ありますの。相沢先生に勝利するとっておきのオペレーションが。演出、トドロキさん。レッツストーリー。私本当は考えてましたの。相沢先生に勝利するとっておきのオペレーションを。まずはトドロキさん隠れるんです、二人で。そして先生が瞬きし、再び見られるまでの一瞬、トドロキさんはその一瞬で出せるでしょ、代表壁を。トドロキさんが時間を作った隙に私の作戦を伝えました。私の想像とトドロキさんの個性の合わせ技、この作戦は連携が重要ですと。いい作戦だ、文句なしだ。勝負は一瞬、よろしいですか。レディークラッシュ。通過点だ。まずは右。はい、この間が、はい、レードか。はい、これなら時間目想定済みだ。慌てるな、時間目だ。手加減する気はねえ。まずは右。俺の力だ。まずは右。これなら時間目想定済みだ。まずは右。固まる。炎か。燃えろ。左で連携当たれ。高めだが想定済みだ。対処する。動きが高めだが、これなら想定済みだ。だったら昼め焼き払う。着火しろ。交互に。面倒だな。動きを止める。てめえらごとき侮るなよ。前傾飛び道具で交互に噛んで。炎か。引くかよ。焼け焦げろ。炎か。引くかよ。大したもんだ。期待に応えるか。エクセレント。今です。やることは一つ。トドロキさん、地を這う炎熱を。よし。ニチノール合金ご存知ですか。加熱によって瞬時に元の形状に復元する形状記憶合金ですわ。
大したもんじゃないか。こんなすんなりいくか。さすがだ。ありがとな、八百万。改めてはレッツストーリー。諦める前に僕を使うくらいしてみろよ。負けていいのって言わないでよ。二度と言わねえぞクソナード。あのバカみてえなスピード相手じゃどう逃げ隠れても戦闘は避けられねえ。だったら私は姿をくらませた少年たちを探していたら背後を爆豪少年に取られてしまった。爆豪少年の表情、緑谷少年が気に食わない。それでも腹をくくったね。勝つために。そして緑谷少年が飛び出してきた。なるほど、爆豪少年のコテを。逃げと戦闘の折衷案、即席にしちゃいいじゃないか。やられたぜ。そうさ、二人とも本来ならクレバーな男たち。この協力がいつかの将来必ず大いなる一歩となるはずだ。さてと、先生頑張っちゃうぞ。もうすぐだ、もうすぐそこ。脱ゲート、オールマイト追ってくる様子ないね。まさか気絶しちゃったんじゃ。あれでくたばるはずねえだろクソ。次もし追いつかれたら今度は俺の小手で吹っ飛ばす。うんうん、それでそれでって何を驚いているんだ。早すぎる。これでも全然トップギアじゃないんだぜ。さあくたばれヒーローども。レディー、あなた行け。つなぐ。耐久力もパワーも圧倒的にシンプル、シンプルな強さ。対峙して改めて分かる。そうだよ、この男は最強のヒーローだ。届く。いいね。つなぐ。この勢いで。いやだだだ。いいね。もう次、来ないのかな。いかんぞ、イノシシかい。いける。刮目したまえ。しのぐ、つなぐ。いける。直接爆発しないイメージで吹き止め。いいね。今度は僕が。どうかな。この勢いで。いける。届け、攻めの一手を。いける。届け。いいね。届け。いいね。KO。 ホーリーシット。ウィー、ありがとうございました。アメージング。ニューストーリー。すっきりしねえが、今の実力差じゃまだこんな勝ち方しかねえ。死ねえ。死ぬ。かっちゃんはとっさに僕を爆風に乗せてゴールに向けて投げた。僕がゴールするまでオールマイトを足止めするつもりで。おかげでゴール直前まで僕はたどり着けたけど、かっちゃんはボコボコにされていた。その時なぜか、かっちゃんを助けなきゃと思ってしまって、気がつくと僕は、オールマイトのところまで戻ってしまったんだ。怖い時、不安な時こそ、笑っちまって望むんだ。どいてください、オールマイト。
あと一歩かけていればクリアできたかもしれないのに。そうだよ、君は助けてしまう、そういう人間だった。期末テストが終了し、夏休み目前。レッツストーリー。一歩進んだ人、壁に阻まれた人、引きこもごもの中、期末実技試験が終了した。翌日、夏休み中に行われる林間合宿について説明があった。今回の期末テストだが、残念ながら赤点が出た。したがって林間合宿は全員で行きます。どんでん返しだ。ただ赤点は赤点だ。お前らには別途に補習時間を設けてる。ぶっちゃけ学校に残っての補習よりきついからな。覚悟しておけよ。期末テストが終了し、林間合宿スタート。レッツストーリー。そしていよいよ始まった林間合宿。情報管理を徹底した上で万全の体制で林間合宿に臨んだのだった。そこで僕は泉光太君という一人の少年に出会ったんだ。彼のご両親はプロヒーローだったが、ヴィランとの戦いで殉職してしまったそうだ。この時先生を含め僕らは誰一人気づいていなかったんだ。これから起こる雄英高校史上最大の脅威に。光太君、どこ行っちゃったんだ。この秘密基地のどこかだとは思うんだけど。なんで、なんでヴィランがいるんだ。光太君、ヴィランが現れた。万全を期したはずなのに、助けなきゃ光太君を。レッツストーリー。ヴィランたちが僕らを襲ってきたその時、光太君は秘密基地にいた。そこで彼が会ったのは偶然にも両親を殺した男マスキュラ。指名手配の写真や片目が義眼になっていることで光太君もそれに気づいていた。僕は襲いかかるマスキラーから間一髪で光太君を助けることに成功した。だけどこの秘密基地は僕しか知らない以上応援も来ない。でもお前は知ってるぞ、雄英のガキだな。大丈夫だよ光太君、やるしかないんだ。今僕一人で必ず助けるから。レディークラッシュ。速攻で行く。緑屋ってやつだろお前。ちょうどいい、お前は率先して殺しとけってお達しだ。じっくり痛ぶってやっから強みせろ。なんだいけねえ。そうそう、知ってたら教えてくれよ。爆豪ってガキはどこに。一応仕事はしなくちゃよ。カッチャ、目的はカッチャ。なんでアタック。俺は知らないっていいな、いいな。 KO 認めねえ。ウィー。やるしかないんだ。アメージング。ニューストーリーズ。ありったけを 100%。 レッツストーリー。全然聞かねえぞ。それが個性か。
力が足りてねえな。嘘だ、嘘だろ、 100% だぞ。オールマイトの力だぞ。けどまあ、お前は強いよ。この俺の左目を義眼にしたあの二人とは違ってな。パパ、ママもそんな風に殺したのか。来いよ、緑谷。さっきまでのは遊びだ。こっからは本気だ。レディークラッシュ。速攻で行く。行ける。直接なんてね。さ、行ける。叩く。ご了承。なんてね。さあ、まだだ。行ける。戦うしかないのなら、こんな今ここで戦って勝つしか道はないんだ。緑谷、行け。助けるんだ。お前の原点を思い出せ。じゃあ届く。なんてね。届く。攻めろ一手を。僕の番だ。なんてね。行ける。直接。なんてね。認めねえ。やるしかないんだ。アメージング。ニューストーリーズ。見せろよ。潰れちまえ。ヒーローは命を落としてきれいごと実践するお仕事だ。殺させて黙るか。ザ・ホール、100万%。デラウェア、デトロイト、スマッシュ。なんで、何も知らないくせに、なんでそこまで。僕のヒーロー。爆豪ってガキはどこにいる。マスキュラーの言葉が引っかかり、ヴィラン襲撃の一報が入った。レッツストーリー。俺は補修組の生徒を連れ宿舎へと戻ってきた。しかしそこにヴィラン襲撃の報告が入った。今は生徒の安全確保が最優先。俺は宿舎を飛び出した。まずいな。心配が先に立ったか、イレイザーヘッド。レディークラッシュ。さっさとしようか。進め。消してみろ。引くかよ。逃げ場はね。あっち進め。うわっ、近めだ。盤石進め。プロを舐めるなよ。明らかだ。まあ当然。レイザー短めだが、どうする。レイザー想定済みだ。なあ、うわ、短め、盤石、鼓膜、小賢しい。想定済みだ。なあ、マストする。どうだ。レイザー、レイザー。ザコは引っ込んでてくれ。アメージング。さすがに雄英の教師を務めるだけはあるよ。なあヒーロー、
生徒が大事か。さっきのハッカーが個性じゃないのか。守りきれるといいな。また会おうぜ。捕獲したはずのヴィランは俺の前から忽然と姿を消した。あの口ぶりから花から狙いは生徒のようだ。とりあえずあいつらと合流する必要があるな。いい感じだな。爆豪ってか。レッツストーリー。マスキュラーをなんとか退け、コウタ君を相沢先生に預けた僕はヴィランが探しているカッちゃんの元へ急いでいた。カッちゃん、無事でいてくれ。途中で庄司君と合流し、満身創痍の体で走っていた僕らは黒い何かに襲われた。僕らを襲った黒いものの正体は力の制御を失った毒闇君だった。毒闇君！ミドリア、ここを通りたいならまずこれをどうにかせねばならん。俺から離れろ！死ぬぞ！レディークラッシュ！速攻で行く！面白い。繋がるぞ！行けるぞ！直接！僕の番だ！行ける！届け！そこだ！繋ぐ！この勢いで反撃する。行け。で、届け。反転。だ。で、反転。叩く。進撃か。反転。繋げ。届け。反転。叩く。反転。せ。だ。せ。戦うしかないのなら、こんな。衝撃は。叩く、つなぐ、KO！ 俺の糧に。やるしかないんだ。アメージング。ニューストーリー。爆豪ってダークシャドウの暴走。カッちゃんを助けに行きたいけど、徳闇くんも放っておく。レッツストーリー。徳闇くんを抑えきれない僕らは暴走する徳闇くんを誘導しつつ、カッちゃんとトドロキくんを探していた。カッちゃんと徳闇くん、僕はどっちも助けたい。そのための作戦だ。いた、カッちゃん、トドロキくん。ミドリア、ショウジ、どこ闇暴走してるのか。爆豪、光を。ああ、うるせえ、俺に指図すんな。エディークラッシュ。くらえ、刺した。暴れたいんぞ。ディーク、ダックです。やることは変わんねえ。くたばれ。行け。暴走してしまう。なめんな。たぎれ。やんのか。たぎれ。たっきょん。できて。はい。たぎれ。反転。できてる。ほら。たぎれ。打撃で。動いてんじゃねえ。反転。たぶん投げる。反転。たたきかきゃん。反転。役立て。燃やしてつつ。強襲。反転。ね。眺めるな。いやんな。うい。かたせ。たぶん投げる。おっ。たたき。誤ったか。打撃で。ああ。たぎれ。やることは変わんねえ。圧倒的に。いいのか、衝撃の数。
打撃で現実に現実に動いてんじゃねえ。出る KO。 まいった。ウィー、ぶつこせどもが。アメージングニューストーリー。てめえと俺の相性が残念だぜ。すまん、助かった。常闇、大丈夫か。かっちゃん、トドロキ君と合流できた僕らは光を作れる二人の個性でダークシャドウを鎮静化させることに成功した。僕は正気に戻った常闇君にもヴィランの狙いがかっちゃんであることを伝えた。そしてヴィランの狙いと思われるかっちゃんをみんなで守りつつ、僕らは相沢先生がいる施設へ向けて移動を開始した。私とつゆちゃんの前に突如現れたヴィラン。レッツストーリー。つゆちゃんと一緒に行動していた私、その時突然草むらから飛び出てきた人影が私たちをナイフで切りつけてきた。まさかヴィラン、どうして。トガです。二人とも可愛いね。うららかさんとアスイさん、日が少ないとね、ダメです。ちって私大好きだよ。だから刺すね、アスイさん。つゆちゃんから離れて。エディークラッシュ。超怖いけど行くよ。やった、もう叩く。近づかせない。せい、叩く。おっ、行くよ。無重力に落ちろ。観念なさい。乱暴ですね。血出てる方がかっこいいよ。やっ、叩く。近づかせない。その隙に呼んだ、捕まえる。もう逃がさんよ。畳みかける。行くよ。行くよ。もうちぃちぃ決める。お願い、捕まえる。フッチ、行くよ。落ちろ。観念なさい。叩く。KO。 頑張らんと。ブリン。ちゃうって、なんなのあなた。アメージング！ニューストーリー！お茶子ちゃん、あなたも素敵。私と同じ匂いがする。好きな人がいますよね。その人見たくなりたいって思ってますよね。わかるんです。乙女だもん。うららかさん！ミドリアちゃん、みんな！デク君たちが助けに来てくれたけど、一瞬そっちに意識が行ってしまった私は捕まえた子を逃がしてしまった。っていうか、デク君めっちゃボロボロ。もしかしてヴィランが他にもたくさんいるってこと？一体どうなってるの？よっしゃー！かっちゃんを超え、かっちゃんをレッツストーリー。かっちゃんを護衛して先生の元に向かう僕たち5人は、施設へ向かう途中、うららかさんとアスイさんを見つけて合流した。この非常時、誰も
油断する人間なんているはずなかった。それなのに突如現れたヴィランにかっちゃんと徳闇くんを奪われた。彼なら俺のマジックでもらっちゃったよ。開闢行動隊目標回収達成だ。短い間だったがこれにて幕引き。ダメだ。幕引きだと？させねえ。絶対逃がすな。身軽なヴィランは二人を連れて僕らから遠ざかっていく。何としても絶対二人を取り返さなきゃ。うららかさんとアスリさんの個性で僕と庄司君、トドロキ君の三人はヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ。よし、これなら追いつける。かっちゃんを護衛しつつ施設まで。私、かっちゃんが、かっちゃんが奪われた。このまま逃がレッツストーリー。うららかさんとアスイさんの個性でヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ僕たちはヴィランに追いつくことに成功した。そんな僕たちの目前に現れたのはうららかさんたちを襲っていたヴィランだった。次の瞬間、そのヴィランが突然襲いかかってきた。トガです、イズクくん。さっき思ったんですけど、もっと血出てた方がもっとかっこいいよ、イズクくん。エディークラッシュ。そこで行く。行け、直接でっつなげた。せっやつなげた。アタック。もうっつまだだ、チャンスです。直接お見舞いです。まだだ、行け。戦うしかないのなら、こんな攻めの一手を、行け、届け。戦うしかないのならアタック。いける。血が足りない。スタンプ。勝ち筋だ。負けです。あウィン。やるしかないんだ。アメージング。ニューストーリーズ。なんとか戦闘には勝利したものの、二人を連れて去ろうとするヴィランたち。もうダメかと思った時、茂みから青山くんのレーザーが飛んできて、かっちゃんと徳闇くんがヴィランの手元から離れた。徳闇くんは取り返すことができたけど、かっちゃんは依然ヴィランの手の中だった。解除だ、コンプレス。問題なし。合図から5分経ちました。行きますよ、ダッド。かっちゃん、カッちゃんを奪われたままヴィランは跡形もなく姿を消した。生徒40名のうちヴィランのガスによって意識不明の重体が15名、重軽傷者11名、無傷で済んだのは13名、そして行方不明1名。僕らの楽しみにしていた林間合宿は最悪の結果で幕を閉じた。かっちゃんがさらわれ、かっちゃんがさらわれ、僕らも大怪我を負ってしまった。僕らも大怪我。レッツストーリー。林間合宿での事件から2日後、僕はあの後すぐに合宿所近くの病院に運ばれた。みんながお見舞いに来てくれていて、かっちゃんを助け出す作戦を聞かされた。八百万さんがヴィランに発信機を埋め込んでいて、それをたどって助けに行くっていう作戦だ。
でも飯田君は作戦に強く反対していた。なんで、よりにもよって君たちなんだ。飯田君違うんだよ。僕らだってルールを破っていいなんて。なんで俺と同じ過ちを犯そうとしている。あんまりじゃないか。レディークラッシュ。そこでいく。俺だって悔しいさ、心配さ、当然さ。俺は学級委員長、クラスメートを心配するんだ。爆豪君だけじゃない。戦うしかないのなら君の怪我を見て、そこに伏せる兄の姿を重ねた。足元、君たちが暴走した挙句、兄のように取り返しのつかない事態になったら、僕の心配はどうでもいいって言うのか。そこだ。僕の気持ちはどうでもいいって言うのか。まだだ。蹴り飛ばず、蹴りながら、叩く。直接、足はまだ動く。次、そこだ。飛び出す。グリッカブ殿下、蹴りながら。石ころの全力だ。集中しろ。ウルトラなお、ウィーン。やるしかないんだ。アメージング。ニューストーリーズ。いいだ、俺たちだって何も正面切って勝ち込む気なんざねえよ。戦闘なしで助け出す。要は隠密行動。それが俺ら卵のできるルールにギリ触れねえ戦い方だろう。私は轟さんを信頼しています。が、万が一を考え、私がストッパーとなれるよう同行するつもりで参りました。僕も自分でもわからないんだ。手が届くと言われて、いても立ってもいられなくなって助けたいと思っちゃうんだ。ならば、俺も連れて行け。ヴィラン連合にさらわれた俺、レッツストーリー。林間合宿で捕まった俺は、わけわかんねえバーみてえな場所に拘束されていた。そこで気色悪い、クソカス連合どもに囲まれ、ある要求を聞かされた。俺たちヴィラン側につけ。なるほどな、そういうことなら俺。おい、拘束を外すのか。暴れるぞこいつ。いいんだよ、対等に扱わなきゃ。スカウトだもの。それにこの状況で暴れて勝てるかどうかわからないような男じゃないだろ、US。黙って聞いてらだらったらよ。バカは要約できねえから話が長え。レディークラッシュ。あのストライク。要は嫌がらせしてえから仲間になってくださいだろ。無駄だよ。俺はオールマイトが勝つ姿に憧れた。いるか。誰が何言ってこようが、そこはもう曲がらねえ。そういうこった、クソカス連合。はぎれ、はじっけろ。強すぎだ。動いてんじゃねえ。気に食わねえ。動いてんじゃねえ。譲るか。もするぞ。たたく、よくやるか。やっ、打撃だ。あぎれ、あったら、はじっけ。たくめえぞ。動いてんじゃねえ。だ、そうか。ただじゃ済まさねえ。打撃で打ちまくんだ。やることは変わんねえ。圧倒的に返すウルトラ。人か、
ック。ウィーン、没個性どもが。アメージング、ニューストーリーズ。手を出すなよ。こいつは大切な駒だ。できれば少し耳を傾けて欲しかったな。君とは分かり合えると思ってた。ねえ。仕方がない。先生、力を貸せ。いい判断だよ、しがらき戸村。待たせたな、爆豪少年。さあ、反撃の時と、レッツストーリー。先生、てめえがボスじゃねえのかよ、しらけんな。黒霧、コンプレス、また眠らせてしまっておけ。ここまで人の話聞かねえと、逆に感心するぜ。聞いてほしけりゃ土下座して死ね。どうも、ピザ屋神の店です。もう逃げられんぞ、ヴィラン連合。なぜって、我々が来た。レディークラッシュ。許されないな。せっかくいろいろこねくり回してた。何そっちから来てくれてんだよ、ラスボス。おらるか、逃がさ。怖かったろうに、よく耐えた。逃がさね。みんな、ごめんな。もう大丈夫だ、少年。怖くねえよ、余裕だ、クソ。向かうぞ。なんとか、私が行くぞ。死んだ。さあ、逃げた。カモン、けがち許せるか。なんとか、開けのはいいか。許せるか。死ぬか。みんな壊れろ、で壊れ、粉々に。いいね。KO。 強すぎだろ。ウィング。平和の象徴は死ねんのだよ。アメージング、ニューストーリー。全員抑えられた。簡単には逃げられない。仕方がない、俺たちだけじゃない。そりゃこっちもだ。黒霧、持ってこられるだけ持ってこい。ノームを。すみません、しがらき戸村。所定の位置にあるはずのノームがない。あ、ノーム格納庫ならすでに制圧済みだ。貴様らはこのエンデバーをはじめ、幾多のヒーロー、警察が包囲している。おいたが過ぎたな。ここで終わりだ、死柄木友だ。ヴィラン連合よ、君らはな、レッツストーリー。奴は今どこにいる、しがらき。ふざけるな、うせろ、消えろ。お前が嫌いだ。古豪グラントリノ、エンデバーをはじめ手だれのヒーローたち、そして塚内君と警察のみんな、少ない情報と時間の中、みんなの協力でついにヴィラン連合を追い詰めた。だが、死柄木が激高した瞬間、突如謎の黒い液体が現れた。黒い液体はヴィラン連合や爆豪少年を飲み込み、どこかへ連れ去ってしまった。さらに黒い液体から大量のノームが現れ、我々の前に立ちはだかった。
まさかこれは。馬鹿少年、なー乗れ、私も連れて行け。レディークラッシュ。許せないよ。私が行くぞ。セオラ、私が行くぞ。はあ、サービスだ。ドロッフッチョウイロウイナウイロウ、いいね、イロウ、いいね、私が行くぞ。スマッシュ！なおっと！つけがき！かわいい時こそ！ハッハッ！なにや！大した強さだ！セオ！かわいい時こそ！平和の象徴は死ねんのだよ。エクセレントストーリーズ、オクラホマスマッシュ。ソシノリ、こいつはワープなど持っていなかったはず。対応も早すぎる。まさかこの流れ。エンデバー大丈夫か。どこを見たらそんな疑問が出る。さすがのトップも老眼が始まったか。行くならとっとと行くがいい。ああ任せるね。カッレッツストーリー。飯田君を含めた僕たち5人は発信機が示したという神奈川県横浜市上野区に向かった。たどり着いた廃工場で僕たちが目にしたのは保管されているノームの姿だった。でもこの場所を突き止めて向かっていたのは僕たちだけではなかったんだ。プロヒーローたちも廃工場へ到着していたんだ。だけどその時あいつが現れて。せっかく戸村が自身で考え自分で導き始めたんだ。できれば邪魔はよしてほしかったな。振り向くことすら一瞬の出来事。何が起きたのか。それでもあの男の気迫は僕らに死を錯覚させた。あれがオールフォーワン。ようやく会えたな。5年前と同じ過ちは犯さん。レッツストーリー。恐怖で体の動かない僕たち。その時目前にカッちゃんとヴィラン連合たちが現れた。ワープしてきたのか。いやそれよりも何かカッちゃんを救う方法はないのかと探していた。その時あの人が来た。やはり来てるな。また僕を殺すか、オールマイト。全て返してもらうぞ、オールフォーワン。レディー計算しよう。ずいぶん遅かったじゃないか。じゃあやろ。バーからここまで5キロ余り。僕がノームを送り優に30秒は経過しての到着。衰えたねオールマイト。はあ、貴様こそ。なんだその工業地帯のようなマスクは。だいぶ無理してるんじゃないか。
押し出しな。なおとんな、守る者のためにせーのスマッシュ。なおとんうん、来ないのかな。ノンストップ来ないのかな。やるね、自由を奪う。お披露目だか。行かせず抗うか。貴様の未来は私が砕く。アメージング。ニューストーリー。5年前と同じ過ちは犯さん。爆豪少年を取り返し、そして貴様は今度こそ刑務所にぶち込む。それがやることが多くて大変だな、お互いに。オールマイト。俺がこの場にいるから、オールマイト。レッツストーリー。オールマイト。心配しなくてもあの程度じゃ死なないよ。だからここは逃げろ、トムラ。その子を連れて黒霧、みんなを逃がすんだ。先生は常に考えろ、トムラ。君はまだまだ成長できるんだ。来い。めんどくせえ。レディークラッシュ。クラッシュ。神山は向かうぞ。打撃で打撃で打撃で爆豪少年、ゆすいてんじゃねえ。今行くぞ。させないさ。そのために僕がいる。ゆすいて逃がさねえ。打撃でやることは変わんねえ。圧倒的に勝ってな。やめてあげる。譲るか。向かうぞ。打撃で打撃で譲るか。勝ってな。打撃で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 勝ってな。くめえさ。やることは変わんねえ。暴れ。なんだこれ。あっちあげる。あっちだ。強すぎだろ。置いてんじゃねえ。ったくめえ触りだ。どれ。気に食わねえ。打撃。気に食わねえ。めただじゃ済まさねえ。壊れろ。打撃で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 譲るか。やる。打撃で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 。強すぎだろ。ウィー。ボツ個性どもが。ニューストーリーズ。レッツストーリー。オールマイトは現時点でカッちゃんを助ける。そのためにオールフォーワンを倒す。いわば勝利条件を2つ満たさないといけないんだ。カッちゃんだけでも助けられればオールマイトは戦いに専念できる。一瞬でいい、カッちゃんを助けられる隙があればと。みんなあるんだよ。決して戦闘行為にはならない。僕らもこの場から去れる。それでもカッちゃんを助け出せる方法が。でも僕だと多分、僕じゃ成功しない。
だから霧島くん、君が成功率を上げる鍵だ。俺が？うらねっでれぜっ。まず僕と飯田くんで推進力を、そして霧島くんの効果で壁をぶち抜く。うら開けた瞬間、トドロキくんの氷結で道を形成。遥か上空から戦場を横断する。そしたら霧島くんだ。ガッチャンと対等な関係を築いてきた。友達の呼びかけなら来い。ダメだ。バカかよ。トシノリのやつ、トシノリのやつ、レッツストーリー。かっちゃんの救出に成功した僕たち、そこへヴィラン連合は追撃を仕掛けようとしていたが、間一髪のところでグラントリノが援護に駆けつけてくれたのだった。グラントリノ！こっちもあと二人終わらせる。レディー押し抜けみ！って！ゆさく！ぐるっと！ゆさく！ふっ！ぐらぁ！トムラくん、終わりたくないです！ぐるっと！どいてもらう！って！押し！飛ばすぞ！へい！押し狩りか！問答無用！はい！くるっ、覚悟しろ。ふったー、ゆずるか。ほい、くるっ、覚悟しろ。ずらー、ゆずるか。やっ、でな、うっとうしい。ボロッとか、ちくしょうが。くるっ、ふっ、覚悟しろ。ずらー、ゆずる、ほい、くるっと割り込みか。目障りだ。飛ばすぞ。はぁ、ふっと、ふっ、ぐるっと。強すぎだろ。ぐっ、ふい。時代は熱々よ。エクセレント。ニューストーリーズ。やられたな。一手で綺麗に形勢逆転だ。強制発動。さあ行くんだ、トムラ。待て、ダメだ先生。トムラ、君は戦い続けろ。まさか来ているとは。レッツストーリー。僕はただトムラを助けに来ただけだが、戦うというのなら受けて立つよ。何せ僕はお前が憎い。かつてその拳で僕の仲間を次々と潰し回り、お前は平和の象徴と謳われた。僕らの犠牲の上に立つその景色、さぞやいい眺めだろう。デトロイトをスマッシュ。心置きなく戦わせないよ。ヒーローは多いよな、守るべきものが。黙れ。貴様はそうやって人をもてあそぶ、壊し、奪い、付け入り支配する。日々暮らす方々を理不尽があざけり笑う。私はそれが許せない。トシノリ、活動限界が。嫌に感情的じゃないか、オールマイト。同じようなセリフを前にも聞いたな。
ワン・フォー・オール先代継承者志村ナナから。誇れ年寄り、花から持ってるやつとじゃ本質が違う。お前は力を勝ち取ったんだ。理想ばかりが先行し、まるで実力の伴わない女だった。ワン・フォー・オールの生みの親として恥ずかしくなったよ。実にみっともない死に様だった。どこから話そうか。 Enough！ トムラがせっせと崩してきたヒーローへの信頼、決定打を僕が打ってしまって良いものか。でもね、オールマイト、君が僕を憎むように僕も君が憎いんだぜ。僕は君の死を殺したが、君も僕の築き上げてきたものを奪っただろう。だから君には可能な限りむごたらしい死を迎えてほしいんだ。レディークラッシュ。警察よ、6年前と同じだ。落ち着け。そうやって挑発に乗って奴を取り損ねた。腹に穴を開けられた。お前のダメな時だ。やつの言葉を交わすな。はい。行かないのかな。まだ動けるな。限界超えろ。超連覇だぞ。はい。なんと、守る者のために。戦力を込めて。なんと、ずいぶんだね。カモケガチ。なんとしな。ねじ伏せよ。やるね。予想外だよ、まったく。お披露目だか。やるね。守る者のために。貴様の未来は私が砕く。アメージング。ニューストーリー。まったく、なかなかやってくれるじゃないか。でけえの来るぞ。避けて反撃を。避けていいのか。君が守ってきたものを奪う。まずは怪我をして持ち続けたその矜持、惨めな姿を世間にさらせ。平和の象徴。何か、皆さん見えますでしょうか。オールマイトがしぼんでしまっています。え、なんだあの骸骨。そんな秘密。王はコケ、目はくぼみ、貧相なトップヒーローだ。恥じるなよ。それが本当の君なんだろう。体が朽ち、衰えようとも、その姿をさらされようとも、私の心は依然平和の象徴。ひとかけらとて奪えるものじゃない。素晴らしい。じゃあこれでも君の心には支障ないかな。あのね、死柄木弔は志村奈々の孫だよ。君が嫌がることをずっと考えてた。嘘。事実さ、分かってるだろう。僕のやりそうなことだ。あれ、おかしいな、オールマイト。笑顔はどうした？
人助けってのは命だけじゃない、心も助けてこそ真のヒーローだと私は思う。どんだけ怖くても自分は大丈夫だっつって笑うんだ。世の中笑ってるやつが一番強いからな。貴様、やはり楽しいな。ひとかけらでも奪えただろうか。吉祥様のご家族、彼が、私はなんということを。皆が笑って暮らせる世の中にしたい。レッツストーリー。負けないで、オールマイト、お願い助けて。そんな嫌です、オールマイト。あんたなら勝てるだろ。姿は変わってもオールマイトはオールマイト。いつだって何とかしてきてくれたじゃんか、オールマイト、頑張れ。ま、負けるな、オールマイト、頑張れ。勝てよ、オールマイト。お嬢さん、もちろんさ。ああ、多いよ、ヒーローは守るものが多いんだよ、オールフォーワン。だから負けないんだよ。レディークラッシュ。制作しよう。セオラ、限界だって感じたら思い出せ。思い出す。守るもの、何のために拳を握るのか。何のために。オリジンってやつさ、そいつがお前を限界の少し先まで連れてって。皆が笑って暮らせる世の中にしたい。そのために象徴が必要。来ないのかな。やる。さあ、時間だ。へっ、誤算だ。さあ、時間、守る者のために。はあ、力を込めて。やるな。震えるがいい。いいだだだだ、いいね。来ないのかな。やるな。行かせんぞ。自由を奪う。これはバカ。来ないのかな。やらねえ。来ないのかな。抗うか。セオラ。貴様の未来は私が砕く。Amazing! New stories! 先ほど手を合わせてようやく確信を得たよ、オールマイト。君の中にもうワン・フォー・オールはない。譲渡した後の残り火だ。もはや吹かずとも消えゆく弱々しい光。役目を全うするまで耐えぬよう必死で抗っているのか。何人もの人がその力を紡いできたんだよ。一つの希望となりますようにと。次はお前の番だ。頑張ろうな、トシノリ。平和の象徴は俺はしない。煩わしい。精神の話はよして現実の話をしよう。今
今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷いづく、譲渡先は彼だろう。資格もなしに来てしまってまるで制御できてないじゃないか。存分に食いて死ぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。そうだよ、先生として私が叱らなきゃいかんのだよ。私は彼を育てるまでまだ死ねんのだ。浅い。そりゃ腰が入ってなかったからな。さらばだ、オールフォーワン。ユナイテッド、ステイアツオブセンマーシュ。さらばだ、ワンフォーオール。象徴、ナンバーワンヒーローとして最後の仕事だ。次は君だ。次は君だ。短く発信されたメッセージ、それは一見まだ見ぬ犯罪者への警鐘、平和の象徴の折れない姿。僕には真逆のメッセージ。私はもう出し切ってしまった。次は君だ。受け継がれたのは個性だけじゃない。ナンバーワンヒーローとしての揺るぎなき信念。ワンズ・ジャスティス。